戦争と平和について考えるきっかけにしてもらおうと6分の1スケールで製作した日本軍の戦闘機が加古川市に寄贈され、今日から市役所に展示されています。加古川市役所10階の展望ロビーに展示されたのは6分の1スケールの日本軍の97式戦闘機の模型です。1937年から終戦まであった陸軍の加古川飛行場は特攻隊の中継出撃基地で、この97式戦闘機が配備され郷土の空を守りました。模型を製造した加西市の三宅恒夫さんは、加古川の基地から多くの若者が命をなくした歴史を学び、平和について考えるきっかけにしてほしいと加古川市に寄贈したということです。少しでもこういうような飛行機がね、加古川の空を飛んでいた、かつまたね、心血注ぎね、命までかけていただいた方がたくさんいるということをね、分かってほしいと思うんですね。また高砂市の上谷昭夫さんから寄贈された97式戦闘機の風防ガラスの実物も並べられ、2人には加古川市の岡田康弘市長から感謝状が贈られました。